ですね、まあ今日はね、本当にいろいろね、学びがありましたね。昨日も今日も大変な学びがありました。ですね、まあ、私の、誰でもできるんですけど、超人的なですね、まあエネルギーを使って、いろんなものをですね、生活を豊かに、楽しくですね、快適に過ごす方法ですね、まあ、感謝の念を持って、愛の念を持って、慈悲の念を持ってこの気候なんですけども、本当にね、やっぱもう振動数が基本ですね。いやね、何がね基本かって言われてね、この女の人もですね、まあね、レディーとの付き合いとかね、あと男性もの、まあ、付き合いもですね含めて、振動数が合っちゃうとね、お互いも離れられなくなっちゃうね。それこそチビデブハゲね、ジジイババア関係なくね、まあ、ことは悪いんですけども、本当振動数がいっぺん合っちゃうとね、離れられなくなっちゃうんですよ。でもちろんそのオーガズムもね、そうだし、武術の俺もそうなんですけど、心地いいんですよね。ともかくね、心地よくて精神的にものすごくね、安定して落ち着くんですよ。あともう一つはね、ものすごくエネルギーがね入るんですよ。まあそういう男女のね関係とか、こうハグとかね、なしは武術の修練でもってですね、お互いにこう気を入れて、こう相手をこう倒したり起こしたりっていうようなね、ことをやってきますとね、ものすごいね、これもう離れられなくなるんですね。で、場のエネルギーも変わります。だきっとね、これもう団結するのにもね、非常にいいと思いますね。無理にやるんじゃないんですよ。本当に振動障害でもねありますけど、この間はですね、ちょっと私が生徒の、まあ、女生徒というかね、お友達もそうなんですけど、まあ、女性にですね、こうやってピンピンってこれよくやるわけですよ。オーガズム整体、足開いてポン、このスナップ膣で分かるって言って、こうやって離してですね、30センチぐらい離して、こうやって足開いてもらって、ポンポンってこうやってジーパンの上から上からやるんですね。内緒はですねこういうふうに引っ張ったりねするわけですよ。で、相手は目をつぶってますから、どういう感覚かっていうのは、もうずっと気がずっと充満してきますとね、分かるようになってくるんですね。ほんでこうやってずっとエネルギー入れてると、自然にこうずっと、あともう一つですね、こう、まあ、膣があって、この上と下ですね、肛門とこの陰核の間ですね、こういう手をこうやってやるわけですよね。そうするとその膣のところが上下してるなって分かると、もう相当気が入ってるんですよ。で、だん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 こうやって体を温めていくと、もうこれ自然にタッチしないで大ガズムに入っていくという段階を踏むんですけど、でも今回ですね、このトルネード、これですね、これすごいんですよね。これね、離れてて歩きながらでもね、ちょっとこのツボ、ここを軽くこうつまみながらね、指でこうやってポンポンポンってやるんですよ。例えばここに彼女が一緒に歩いてるとしますよね。で、こう手取りますよね。で、手取りながらこの指でポンポンって、これやるとちょうど彼女のね、その大事なところに行くわけですよ。この膣のところにね、こうやって。そうするとです、もう歩いていらんなくなるっていうね、生徒も出てきたりね。で、これ今日須藤先生にやったんですけど感じてましたね。だからどういうことかというと、誰でも当然できませんよな、できたら大変だからね。でもそのお互いに振動数が合ってきて、共鳴共振して、こう呼吸だけでもってパッ
合うようになってくるとこれができるようになるんですよ。これもう歩いてらんないですよ。これ女の子なんか足こうすくめちゃいますよね。人間歩きバイブレーターみたいな感じですよね。いい意味でね、いい意味で。あともう一つトルネード、これですね。これがすごいです。渦ですよね。でも武術の場合はともかくこの苦手でも肩からこう落ちるんですね。肩から、だからこういう肩を持ってこういう練習するんですね。こういう練習腕がね、ここがいかれないようにね、あまりね、こういうストーンとこの状態で持たれると相手倒れます。完璧にこう取られますよね。こうやって取られてもこう上げてストーンってやればグッてきます。でマイク先生からも学んでいるようにですね、これセールスにも応用できるようで、ともかく相手がそれは何ですかってこの体が前に来る、それで武術もそう、セールスもそう、まあ、女性のコミュニケーションもそうですよ。あれ何ってこう来ちゃうのが、まあ、コンベンメソード、今日の実験という実証でした。ありがとうございました。気候でもってみんなが幸せに豊かに楽しく健康にハッピーに暮らせますように。